宮沢賢治8月27日から1933年9月21日は日本の詩人、童話作家、仏教信仰と農民生活に根ざした創作を行った。作品中に登場する架空の理想郷に、郷里の岩手県をモチーフとしてイーハ東部と名付けたことで知られる。彼の作品は生前ほとんど一般には知られず、無名に近く、没後、 草の新兵らの尽力により、作品群が広く知られ、世評が急速に高まり、国民的作家となっていき、今でも日本には広く愛好者が存在する。生家1902年の正,正月、5歳の賢治と3歳の、年1896年8月27日、父、宮沢正次郎と、母一の長男として生まれる。 戸籍上の誕生日は8月1日で、生前の賢治も履歴書に1日と書いているが、27日と推定されている。母一の実家、家事長の宮沢義春家で出生したが、5日後の8月31日、秋田県東部を震源とする陸雨地震が発生。一は賢治を収容した絵事故を両手で抱えながら、状態を追って念仏を唱えていたという。 マサジロは仕事で旅行中だったため、マサジロの弟のジサブロが、賢治と名付けた。3歳の頃、婚下から出戻っていた父の姉であるヤギが、マサノブゲ、白骨の語文章を唱えるのを聞き覚え、一緒に仏前で暗唱をしていたという。1902年、赤里で2週間入院。賢治を看病したマサジロも感染し、大腸カタルを起こして胃腸が、 生涯弱くなった。1903年、花巻川口神情小学校に入学。成績は優秀で六年間全科目校だった。三年と四年を担任した、ヤギ映像は生徒たちに、未だ見ぬ親や、海に、潮のあるわけなどの童話を話して聞かせ、ケンに、大いに影響を与えた。後にケンは、ヤギと再会した折に、私の童話や、同様の思想の根幹は、 尋常化の3年と4年頃にできたものですと語っている。鉱物採集、昆虫の標本作りに熱中するようになり、11歳の頃に家族から石子健さんとあだ名をつけられる。父の主催する花巻仏教会の夏季講習会にも参加、招いた講師の明けガラスサトシの世話係もした。 森岡中学在学時の賢治1909年4月、岩手県立森岡中学校に入学。寄宿舎自教寮に入寮祖父の木助は、商人の息子で、後継ぎの賢治に学問は、不要という考えで、父の正次郎が説得して進学させた。家業の古着屋を嫌っていた賢治は、将来を悲観し、成績は落ち込んでゆく。 鉱物採集や星座に熱中、岩手山、南昌山、倉掛山など、森岡近在の山を歩き、大量の岩石標本を集めた。三年生の頃から石川拓木の影響を受けた短歌を制作。1913年、四年生の時、二学期から交代した新しい社官に、生徒たちが夜中、足を踏み鳴らすなどの嫌がらせを行ったため、4。 5年生全員が大量させられるという事件が発生。検事は森岡市北山の清志病院に下宿する。1914年3月、森岡中学卒業。4月、森岡市岩手病院に入院、飛行性鼻炎の手術を受ける。術後も熱が下がらず、発疹チフスの疑いで5月末まで入院。この時看病に当たったマサジロも感染して入院。 自分の看病で二度も倒れた父にケンジは、後までも負い目を感じていたという。入院中に出会った岩手病院の看護婦に思いを寄せ、退院後、両親に結婚したいと申し出たが、若すぎるという理由で反対される。マサジローは、あれはひどく、創生なところがあって、困ったんじゃ、と困惑した。実家で、店番や、養蚕の手伝いでうつうつとした日々を過ごすケンを、 三日田正次郎は、森岡高等農林学校への進学を認める。賢治は、今までと打って変わって、受験のためもお勉強に励んだ。同時期に、島時代と約緩和対象妙法連華行を読み、その中の、如来受領品に、体が震えるほどの感銘を受ける。森岡高等農林在学児の賢治、森岡高等農林在学児、同人誌、アザリアのメンバーと、 賢治の左が、保坂義美内、前列左が、小須賀健吉、右が、川本緑石。1915年4月、森岡高等農林学校に、主席で入学し、寄宿舎、受刑寮に入寮。16日の入学先生式では、総代として、正門を朗読した。翌年、特待生に選ばれ授業料を免除される。高等農林では、農学科。 第二部に所属し、土壌学を専門とする部長の関と与太郎の指導を受ける。関は、見解な人物として知られていたが、賢治とは良好な関係を築いたとされる。この頃、毎朝ホッケ業の土胸をしていた。寮で同室になった一年後輩の保坂義美ないと、親しくなる。保坂は、農村改良を志向して進学しており、 後の賢治のラスジ人協会の構想にも影響を与えたと言われる。1917年7月、保坂、小菅健吉、川本義幸らと同任し、アザリアを発行し、賢治は短歌や短編を寄稿。1918年、卒業を控えた賢治に、父の正次郎は研究生として、農学校に残り、徴兵検査を延期することを勧めるが、賢治は、 特業論文、腐食室中の無機成分の植物に対する価値を提出し、検査延期を拒否。科学工業方面に進みたかった検事は研究生の土星調査に意欲がなく、検査延期は自分の倫理観が許さなかった。3月13日、保坂吉美うちがアザリアに発表した作品が原因で除籍処分となる。検事は、 教授会に抗議したが通らなかった。15日に農学校を卒業、研究生として残り、冷え抜き軍の土星調査にあたる。これは、席からの推薦によるものであった。賢治は、誠心誠意この仕事に打ち込み、休ませてもらった家には、ホッケ業の印刷物を置いていった。またこの頃から5年間、再食生活をする。4月28日。 徴兵検査を受けて、第二四種合格となり、平気免除。6月30日、岩手病院で、六幕炎の診断を受けて、山歩きを止められた。このため退学を申し出たが、土星調査は9月まで続け、報告書を提出した。7月4日、花巻に帰省する際、見送りに来た、川本義幸に、私の命も、あと15年はありませんと語ったという。 8月、雲とナメクジとタヌキ、双子の星を、執筆、家族に朗読している。12月26日、東京に進学した妹の年が、東京帝国大学医学部附属病院小石科は、部員に入院したとの知らせが入り、母の位置と状況。病院の近くの旅館、雲台館に泊まり、翌1919 19年3月3日まで看病する。 都市は当初チフスの疑いだったが発熱が続き、肺炎と診断される。翌年1月になると、病状も落ち着き、賢治は図書館に通うなどして、将来の仕事について考え始める。また、国中会館で田中地学の講演を聞き、作官、中道級生の安部隆から萩原作太郎の、ガツに吠えるを借りる。父の政次郎に、東京に移住し、 宝石の研磨や人造宝石の製造などの事業を始めて、家業の転換を図る計画を手紙で書き送るが、マサジローは実現性の乏しい仕事に反対。3月3日、退院した都市と花巻へ帰り、嫌いな家業を手伝う生活が始まる。ケンジが東京で仕入れた便利瓦がよく売れ、ケンジはその儲けでレコードや浮世絵を購入した。 1920年5月、農林学校研究生を卒業。助教授に推薦されたが、不死ともに実業に進む考えであったため辞退する。田中地学長、本家妙修式目講義録、前後館を読破、国中会に入信。ホッケ信仰を強め、館修行として、花巻町内を太鼓を叩き大木を唱えながら歩く。また、 浄土真宗の門徒である父を釈伏しようと激しい、抗論を繰り返した。花巻の学校共有時代の検事殿の中に立つ、花巻の学校共有時代の検事1921年1月23日夕方、東京行きの汽車に乗り家で、翌朝、上野駅に到着して、うぐいす谷の国中会館を訪ね、下足番でもビラバリでもすると頼み込むが、応対した。 高千代里市明るになだめられ、父の知人の小林六太郎家に身を寄せる。本郷菊坂町に下宿し、東大赤門前の当社版印刷所、文みの部社に勤める。高千代の勧めで、ホッケ文学の創作に取り組む。1ヶ月に3000枚もの原稿を書いたという。食事は、ジャガイモと豆腐と油揚げで、夜は、国中会館の講話を聞き、 昼間の街頭布教にも参加した。保坂義美内うちには、入信を進める手紙をたびたび送った。心配した父の正次郎が小切手を送ったが、送り返した。4月、正次郎と伊勢、比叡山、奈良を旅する。正次郎は、ホッケ行と、国中会への個室を見直させようとしたが、賢治の心は変わらなかった。7月、保坂と決裂、以後は、疎遠になる。 8月中旬、都市病気すぐ帰れの電報を受け取り、原稿をトランクに詰めて、花巻に戻る。家族には原稿を、同時こさえる代わりに書いたのだもやと語ったという。12月3日、冷え抜き軍立冷え抜き農学校の教諭となる。地元では、クワッコ大学と呼ばれた、小さな学校だった。雑誌、愛国夫人12月号と、 翌年1922年1月号に行き渡り掲載。この時受け取った原稿料5円が生前唯一の原稿料という。農学校の給料80円はレコード、書籍の購入、飲食などに充てた。下宿代として家に20円入れていたが、それも何かと理屈をつけて巻き上げる。それでも3日も持てばいい方で本屋で付けて買った上。 現金を借りることもあった。同僚の奥寺五郎が、結核になると、毎月30円送っている。また、花巻高等女学校の音楽教師、藤原加藤寺と進行を結び、レコード鑑賞や飲食を楽しんだ。1922年11月27日、結核で描画中の年の容体が急変、午後八時三十分、死去。賢治は押入れに顔を入れて、 トシコ、トシコと合国し、泣き殻の乱れた髪を火箸で吸いた。永傑の朝、松の針、無精同国を書く。29日の葬儀は、新州大谷派の寺で行われたため賢治は出席せず、出棺の時に現れて、棺を担ぎ、持参した丸い缶に、トシの遺骨半分を入れた。この遺骨は後に、国中会本部に収めた。それから半年間、 試作をしなかった。1923年7月、農学校生徒の就職以来で、カラフトを旅行。青森番課、カラフト番課など年を思う詩を書く。1924年4月20日、新章助土春と修羅刊行観光。花巻の吉田印刷書に持ち込み宣部を自費出版した。発行書の名義は、東京の関根書店になっている。 東京での廃本を、関根北郎という人物に頼み500部委託したが、関根は、続記本として流してしまい、古本屋で50銭で売られたという。本は、売れず、賢治もほとんど寄贈してしまったが、7月に、ダダイストの辻淳が、読売新聞に連載していたエッセイで紹介。詩人の佐藤総之助も、雑誌、日本詩人12号で、若い詩人に、 宮沢くんのようなオリジナリティを持つようと例に挙げた。中原中也は、夜店で5 0で売っていた、春と修羅の続記本を買い集め、知人に配っている。同年12月1日、イーハとブドは注文の多い料理店観光。森岡高能の後輩で農薬のパンフレットを作っていた、近森義和と、及川志郎が賢治の原稿を見て、観光を計画。 出版費用の苦面に苦労しながら、東京で印刷、製本した。出版社、抗原社の名義で全部作ったが全く売れず、ケンジは、父親から300円借りて200部買い取った。本の差し絵を担当した、菊池武雄は、赤い鳥主催の鈴木美恵吉に、タネリは確かに、一日噛んでいたようだったを送ったが、あんな原稿はロシアにでも持っていくんだなと返された。 しかし、翌年1月、赤い鳥に、注文の多い料理店の1ページ広告が、掲載される。三重吉の行為で無料だった。7月、詩人の草の新兵の導入しドラに参加する。11月23日、花巻の北上川小舟渡しに、東北帝国大学地質古生物教室の早坂、一郎教授を案内、賢治が採集した。 バタグルミ化石の学術調査に協力。この場所を、賢治は、イギリス海岸と名付けていた。ラスチ人教会に使われた建物1926年3月31日、花巻農学校を遺願退職。弟宛ての手紙では、校長の転任に伴って、義理で辞めると書いているが、前年4月13日、杉山義松宛ての手紙では、来春は辞めて、 もう本当の百姓になりますと辞職の決意をしている。4月、実家を出て、かつて年が、療養生活をしていた下猫桜の別宅に移り、改装。周囲を開墾して、畑と花壇を作った。ここで、白菜、トウモロコシトマト、セロリ、アスパラガスなど野菜を栽培するとともに、チューリップやヒヤシンスの花を咲かせた。賢治は野菜を、 リアカーで売り歩いたが、当時の農民には、リアカーは高級品で、賢治の農業は、金持ちの道楽と見られてしまう。野菜を勝手に持っていかれても笑って許していた。農村の水路修理などの共同作業も参加せず金を包んで済ませている。また畑の白菜をすべて盗まれるという嫌がらせに、あった話を死に残している。ラスチ人協会として、農学校の卒業生や、 近在の特農家を集め、農業や肥料の講習、レコードコンサートや音楽楽団の練習を始めた。6月、農民芸術概論公用をこう。世界が全体幸福にならないうちは、個人の幸福はありえないとして、農民芸術の実践を試みた。また肥料設計事務所を開設、無料で肥料計算の相談に応じた。この様子は、 それでは計算いたしませ、うという詩に書かれている。12月2日、状況。タイプライター、セロ、オルガン、エスペラント語を習い、感激をする。資金は、父親頼みだった。18日、高村光太郎を訪ねている。年末期花。1927年2月1日、岩手日報遊館2面で、農村文化の創造に、努む。 花巻の青年有志が知人協会を組織し自然生活に立ち返るの見出しで検事の活動が紹介される。これが社会主義教育と疑われ花巻警察の聴取を受ける。以後、脱知人協会の集会は不定期になりオーケストラも一時解散した。この頃、小学校教員の高瀬ろという女性が教会にしばしば通ってくるようになる。高瀬は ケンジの身の回りの世話をしようとしたが、ケンジはイルスを使ったり、顔に灰を塗って出てきたりするなどして、彼女の行為を避けようとした。教会に人が集まった時、高瀬はカレーライスを作ってもてなしたが、ケンジは私には食べる資格がありませんと拒否。怒った高瀬はオルガンを激しく引き鳴らした。その後、彼女はケンジの悪口を言って回るようになったが、 父のま次郎は、初めて女の人に会ったとき、お前は甘い言葉をかけ白い歯を出して笑ったろうと、賢治の態度を叱った。1928年6月、伊沢郡水沢町の豪華出身で、伊豆大島に住む伊藤七尾を訪問。伊藤は、結核療養のため大島に移り、ここに、園芸学校を建設するにあたって、賢治の助言を得るため相談していた。 この訪問は、伊藤の妹知恵との見合いの意味もあったが、知恵の回想によれば、ケンジは、結婚について、全く眼中にない様子だったという。しかし、1931年、森総一を訪ねたケンジは、伊藤さんと結婚するかもしれませんと話している。肥料相談や稲作指導に奔走していたが、8月10日、高熱で倒れ、花巻病院で、 病側配信順との診断を受ける。以後、実家で病側生活となる。1930年、体調が回復に向かい、文護士の制作を始める。5月、東岩井郡の陸中松川駅前にあった、東北採石工場主の鈴木東蔵が来訪。鈴木は、石灰岩と仮肥料を加えた安価な合成肥料の販売を計画しており、賢治も賛同する。 1931年2月21日、東北採石工場花巻出張所が開設。父の正次郎は、病弱な賢治を外に出すのを心配し、工場に融資を行って、花巻に出張所を作り、仕事をさせようとの考えだった。しかし技師となった賢治は、製品の改造、広告文の起草、製品の注文取り、販売などで、東本清掃する。 納棺機、石灰は、売れなくなる。そこで賢治は石灰を、壁材料に転用することを考え、9月19日、40kg もの、製品見本をカバンに詰めて上京する。翌20日、神田駿河台の旅館、八万館に泊まるが高熱で倒れ、死を覚悟して、家族に衣装を書く。27日、最後の別れのつもりで父親に電話をかける。マサジローは、 東京の小林六太郎に頼み、翌日賢治は、花巻に戻って、すぐ描画生活となる。11月、手帳に、雨、にも負けずを書く。1932年3月、児童文学、第2冊に、グスコーブドリの電気発表。差し絵は、宗方志向。病床では、文護士の制作や、過去の作品の遂行に取り組む。 前年冬から医者にもかからず、薬は、ビール酵母と竹の皮を煎じたものを飲むだけだった。賢治が1933年9月19日に、読んだ、絶筆のお短歌二首。片十里、冷え抜きの三日も稲売れてみ祭り三日空晴れ渡る、病の故にも口に命なり実りに捨てば嬉しからまし1933年9月17日から19日まで。 戸谷ヶ崎神社のお祭りが行われ、賢治は門口に椅子を出して座り、みこしやだしを見物した。翌日の朝、昨夜賢治が門口にいるのを見た農民が相談に来た。話をした後、賢治は呼吸が苦しくなり、応診した医者から急性肺炎の兆しと診断される。その夜、別の農民が稲作や肥料の相談にやってくる。 ケンは着物を着替え1時間ほど、丁寧に相談に乗った後、すぐ2階の病室に運ばれた。心配した性六が付き添って、一緒に寝たが、ケンは、この原稿は皆お前にやるから、もし、小さな本屋からでも出したいところがあったら出してもいいと、話した。9月21日、午前11時半、突然、ナム妙法蓮華業と、 招待する声が聞こえたので家族が急いで2階の病室に行ってみると、ケンジは滑血して真っ青な顔になっていた。マサジロが何か言っておくことはないかと尋ねると、ケンジは国薬の妙法連華鏡を全部作ってください。 私の一生の仕事はこのお経をあなたのお手元に届け、そしてあなたが仏様の心に触れてあなたが一番良い正しい道に入られますようにということを書いておいてくださいと語った。マサジロがお前もなかなか偉いと答えて会下に降りると、ケンジは清六に俺もとうとうお父さんに褒められたものだと言った。病室に残った一がケンジに水を飲ませ、体を拭くと、 ああ、いい気持ちだと繰り返し、午後1時半、呼吸が変わり潮が引くように息を引き取った。没時年齢は、三37歳。葬儀は、宮沢家の母大寺で営まれた。18年後の1951年、宮沢家は、日蓮宗に改修し、墓所は、花巻市のみ、寺市寺に移された。また、国中会から法名。 マガネイン三富術健全男子が送られた。東京都江戸川区の国中会には、賢治の遺骨の一部が収められている。手帳に記された、雨にも負けず生前に刊行された、唯一の詩集として、春と、修羅、同じく童話集として、注文の多い料理店がある。また、生前に、雑誌や新聞に投稿を、寄稿した作品も少ないながら存在する。ただし、 検事が受け取った原稿料は雑誌愛国夫人に投稿した童話行き渡りで得たご縁だけであったと言われる。しかし生前から注目されていた経緯もあり、死の直後から主に草の新兵の尽力により多数の作品が刊行された。最初の前週は早くも死去の翌年に野上慶一となんでいた文歩道より刊行され、 続いて、文歩道から死刑を買い取った十字や書店が、それに増歩する形で1939年から1944年にかけて出版した。戦時下、雨にも負けずは、メッシ方向的に受け取られ、旧道者としての検事像が出来上がった。戦後は、筑麻書房から文庫版も含め数字にわたり、刊行されている。戦後は、 ケンジの生き方や作品に見られるヒューマニズムを成果する一方、反動としての批判、雨にも負けず論争が行われるなど、再評価の動きも現れた。ケンジの作品は、一旦完成した後も次から次へ書き換えられて、全く別の作品になってしまうことがある。これは雑誌に発表された作品でも同様で、変化そのものが一つの作品と言える。 農民芸術概論公用においても永久の未完成これ完成であるという記述がある。多くの作品が死後に未抵抗のまま残されたこともあり、作品によっては何度も修正した跡が残されていて、前週の編集者が判読に苦労するケースも少なくなかった。そうした背景から、現行の徹底した調査に基づき、逐字形態をすべて明らかにする、広本。 宮沢賢治全集が刊行され、作品内容の整理が図られた。これ以後、文学研究の対象として、賢治とその作品を論評する動きが増え、精神医学や地学、物理学など、他の領域や時代背景を踏まえた論考も多くなった。死去から49年後の1982年、花巻市、矢沢の子潮さんに、 花巻市立、宮沢賢治記念館が開館している。総工調査によって、賢治の遺向はほぼ調べ尽くされたと見られていたが、聖火の土蔵から未発表の死の総工一枚が、発見されたことが2009年4月に公表され、新興本、宮沢賢治全集別館に収録された。広く作品世界を追っているのは、作者自らの裕福な羊と、 郷土の農民の悲惨な境遇との対比が生んだ、食材感や自己犠牲精神である。また幼い頃から親しんだ仏教も強い影響を与えている。その主な契機としては、浄土新宗の明けガラス里白の子は、説教が挙げられる。特に18歳の時に、同州の学僧である島時代東編和家の法華行を読んで、深い感銘を受けたと言われる。 この北家ケ行進行の高まりにより、賢人は後に、国粹主義的な北家宗教団、国中会に入信するが、北家宗は、当時の宮沢家とは、周八街であったので、父親との対立を深めることとなった。弱者に対する、献身的精神、強者への嫌悪などの要素は、これらの敬意と深い関わりがあると思われる。また、良き理解者としての妹としの死が与えた。 喪失感は、以後の作品に、特有の意味を加えた。また、童話作品においては、犠牲語を多用し、作品によっては因文にも近いリズム感を持った、文体を使用したことも、大きな特徴である。賢治の童話は、同時代に主流とされた、赤い鳥に掲載されるなどしていた、児童文学作品とはかなり異質なものであった。賢治の作品には、 世界主義的な雰囲気があり、岩手県という郷土への愛着こそあれ、軍国主義や民族主義的な要素を直接反映した作品はほとんど見られない。ただ、24歳の時に国中会に入信してから、時期によって活動、系統の度合いに差はあるものの、生涯その一員であり続けたため、その社会的活動や自己犠牲的な思想について、 当時のファシズム的風潮との関連も議論されている。晩年には、遺作、銀河鉄道の夜に見られるように、キリスト教的な救済信仰をも取り上げ、全人類への宗教的関与に達していたことが、垣間見られる。宗教学者からは、賢治の、こうした考え方の根本は、ホッケ行に基づくものであると指摘されている。この宗教的思想と、 自然科学の融合した独自の世界遺憾は第二次世界大戦後に日本国外の研究者からも評価され1996年9月宮沢賢治生誕100周年を記念して花巻市にて開催された宮沢賢治国際学会では20カ国ほどの研究者、翻訳者が集ったことを歴史家の色川大吉は著書で言及している ケンジは自ら学んだエスペラントでも試作を試みたが、公表されたのは1953年である。これらの作品のほとんどは、自らの作品のエスペラントへの翻訳、改作である。1998年頃に、山織哲夫がある、小学校で授業をした際に、ケンジの3つの作品、風のまたサブロ注文の多い料理店、銀河鉄道の夜を示し、 これらに共通する問題があり、それは何だと子供たちに問い、自らは風がすごく大きな役割を果たしている。この三つの童話の中心的大問題は風だと力説した。この時、子供の一人が猫だと言おうとしたが、山折が風と言ったのであれと思ったが、山折の話を聞くうちにやっぱり風だと思った。 ところがこのエピソードを聞いた、河合早は、ケンジ作品における猫の役割の重要性をずっと考えていたため、猫と風というヒントから、風の捕まえどころの無さと、優しさと荒々しさの同居、少しの隙間でも入り込んでくる点などを猫との共通点を感じ、ケンジ作品に登場する猫は、まさにそのような性格を持って登場すると論じている。ケンジの 猫という短編には、私は猫は大嫌いです。猫の体の中を考えると吐きそうになりますという一節が見られる。しかし、この猫は高瀬路が添加された表現であり、実際にケンジが猫嫌いだったわけではないという指摘もある。愛知県出身の児童文学作家である新ー南吉はケンジの作品を読んで評価し、 没後の1934年に開かれた宮沢賢治友の会に出席した。賢治には多くの伝説が語り継がれているが、特に本人が資料を残していない幼少期の神格化,化が甚だしいと指摘されている。こうした神格化,化を後押ししていたのが父、政次郎や弟、清六であった。伝説が嘘ではないにしても、 誇張や曲解が行われたのは関係者の思い入れと宮沢家への気遣いであろうと山下清美は推測している。現代では吉田司の宮沢賢治殺人事件のように政治にイメージを破壊するという著作も現れている。幼少期に石を好んで収集する鉱物愛好家だったことから11歳頃より家族に石子賢さんという愛称で呼ばれた。 森岡中学校時代は、休日に森岡周辺で、鉱物採集をしたり、道中で、矢のネイを収集するため、あえて徒歩で帰省したりした。森岡高等農林学校研究生時代に、人工宝石製造業を、東京で起業するプランを手紙で父に送ったことも、あった。作中には、動植物、鉱物、地質学など、科学用語や、 好物の名称が多く登場する。大学で学んだ土壌学を農民へ還元する農業技術の指導員としての評価もある。ケンジは音楽に深い関心を持っており、暇を見つけてはレコードを買っていた。ケンジが頻繁にレコードを買っていくため、地方の店の終わりに新プレコードが多く売れるとして、行きつけの楽器店がイギリスに本社を置く。 ポリドールレコードから感謝状を送られたという。ベートーベンやドボルザークの曲をよく聴いていた。の学校教員時代には自ら楽曲作りも手掛けた。二十数曲を作詞し、うち八つは作曲もしている。蓄音機でレコード針として使う竹針を痛め、音質を高める針を発明したこともある。米国ビクター社にサンプルを送り、製品化には至らなかったものの、 その発想は高く評価された。日連系教団では、末法無ウを解くため再食の必要はないのだが、ケ治は、北華業信仰に入った後、森岡工の研究生になった1918年から5年間再食生活をした。5月19日付の保坂義美うちに宛てた手紙では、刺身や茶碗蒸しを少量食べた後、 食べられる生き物に同情する気持ちを綴っている。東京で都市の看病をするため宿泊していた旅館、雲大館では、賢治のため精進料理を出してくれたという。家で上京中は、芋と豆腐と油揚げばかり食べ、かっけになった時は、蕎麦がきや爆飯糖ガの汁を飲んだ。1921年8月11日付の席、徳屋宛ての手紙では、 格気の原因を肉食のせいにしている。の学校教員時代は、菜食にこだわらず、同僚や知人と外食を楽しんだ。花巻のそばや、やぶやを、ブッシュと呼び、よく通っていた。天ぷらそばとサイダーを一緒に注文するのが、定番だった。また、うな丼や、天丼も好物だったという。自分から進んで酒を飲むことはなかったが、 付き合いで酒を勧められると水でも飲むように飲み干して、返拝した。時にタバコを吸うこともあった。また教員仲間が集まった時、藤原か当時から、人間は、物の命を食って生きている。他を犯さずに生き得る世界というものはないのだろうか。と問いかけられた答えとして、ビジテリアン大祭を書いている。ラス知人協会時代の自炊は、極端な素食だった。 ご飯はまとめて炊いて、ザルに移して、井戸の中に吊り下げておき、冬は凍ったまま食べた。おかずは、油揚げや、漬物、トマトなどだった。ケンジの体を、心配した母の一が小豆を入れた、ひっつみを届けたことがあるが、受け取らなかった。急性肺炎で倒れ病害生活になっても菜食は、やめず、鶏卵も牛乳も拒否した。一が、恋の生き肝が、 肺炎に効くと聞いて、オブラートに包み薬と偽って飲ませたことがあった。弟の性六から中身を聞き出した賢治は涙を流し、生き物の命を取るくらいなら俺は死んだ方がいい。これからは決してそんなことをしてくれるなと真っ青な顔で言い、最後まで彩色主義を貫いた。賢治は生涯独身だった。友人の藤原加当時に、性欲の乱皮は、 君自殺だよ、いい仕事はできないよ。と語り、性欲の発露を今しめた。関徳也はある朝、賢治に会うと、岩手郡の富山牧場に行って一晩中歩き、夜を徹して、性欲と戦ったことを明かされた。の学校教員時代は、見合いの話がいくつも持ち込まれ、両親も結婚させたがったが、賢治は、癌として受け付けなかった。藤原には、こう語っている。 新鮮なの,のの食卓にだな、炉のように降りてきて、挨拶を取り交わし、一晩の休憩をしてくれ、すっと消え去り、また明くる朝やってくるといったような女性なら、僕は結婚してもいいな。時には、俺のセロの調子はズレを直してくれたり、ドアやしを聞いてくれたり、レコードの全楽章を辛抱強くかけてくれたり、するんなら、申し分がない。童貞だったとも言われるが、 一の席の花川戸という遊郭へ、登録してきたと言って明るくニコニコ笑って話しました。という証言もあり、真偽は不明である。晩年、森総一を訪ねた時は、金翼主義については、何にもなりませんでしたよ。まるっきり無駄でしたと話し、さらに、草や木や自然を描くように、エロのことを描きたいと語って、変説したことを認めた。賢治は、浮世絵コレクターで、特に、 ワインを積めば高さ30センチメートルになるほど集めていた。それら農学校に持ってきて同僚と批評して楽しんだ。ハバロック、エリスの性の心理を持っていて翻訳本で伏せ字になった部分を仙台の本屋まで行って原書で読んで確かめた。この本のことを聞かれると田舎の子供が性で間違いを起こさないように教えたいと思ってと答え実際生徒に ダンは、大人の童話みたいなもので頭を休めるもの、誰を憎むというわけでも、人を傷つけるというものでもなく、悪いものではない。生は、自然の花だ。と話したという。森岡高等農林学校在籍時に出会った一年後輩の、保坂義美内との間で、互いに、恋人と呼び合うような、親しい間柄になり、家内にあてた、書簡類では、 親密な感情の表出、率直な心情のトロが認められ、手紙に記された文面は、時にあたかも恋人に当てたような表現になった。カウチからは、情緒的にも、思想的にも強い影響を受け、とりわけ、銀河鉄道の夜の成立には、20代の頃に、家内と二人で登山し共に語り合って、夜を明かした体験が濃厚に反映され、登場人物の、 序盤にを、検事自身とするなら、カムパネルラは、保坂吉美内を表していると考える研究者もいる。宮沢家の子祖は、京都から花巻に移り住んだ、藤井正元という人物とされる。子孫は、明治の初めに生を宮沢に改める。子孫の一人初代、宮沢右八長政は、花巻に、五福や、宮右を繁盛させた。 その子の二代目右八の代では、ますます盛んになり、京都大阪からも仕入れをしていたという。右八の三男が賢治の祖父の木助である。木助は真面目で、仕事熱心だったが、分家するときほとんど財産を分けてもらえず、店頭に古着を並べ視野を始めた。木助の長男マサジローは15歳の頃から家業を手伝い始め、17歳のときから鉄道で、関西。 四国に出向き、古着や流行遅れになった、新古品を大量に仕入れ、店で売るだけでなく卸売りもしていた。また株式投資でも成功し、近隣に多くの小作地を有するようになる。当時地元では、宮沢牧といえば、花牧を朗談する一大勢力であった。宮沢賢治家費は生前発表作品賢治が、 自作の童話の題名を列記したメモが多数残っているが、そのうちの数点で、上記の4作品が、少年小説あるいは、長編として一括りにされている。題名が、でくくられているものは、原稿の最終型が、無題のため、冒頭の一行を、題名の代わりにしているものである。また、題名の前の関数字は、ンジが、原稿に記載していた、作品番号である。 日輪と山、ケミカルガーデン題名はいずれも課題である。ありがとうございます。